東京や大阪など緊急事態宣言の対象地域での昨日の人出は1週間前に比べて大幅に増加したことが分かりました。ソフトバンクの子会社アグープによりますと、昨日の各地の午後3時台の人出は1週間前に比べて東京渋谷で 30.7%、 新宿で 35.5%、 銀座で 30.7%、 大阪難波で 18.6% 増加しました。午後9時台でも銀座で 36.6%、 六本木で 38.8%、大阪ミナミで 16.7% 増加しました。今回の緊急事態宣言が始まって3週間が経ち、宣言慣れから外出した人が多かったものとみられます。一方、今日から緊急事態宣言の対象となる地域では札幌駅で 5.4%、 広島八丁堀で 12.7% 減少しました。